お腹落ちたらしょばしょば泣くの星。あ、いいね。今年の誕生日何出そうか迷ってんだよね。お腹落ちたらしょばしょば泣くぬいぐるみにするか。どう？あの机の上に置いとけるさ。どう？みんな。アヒルやん。それめっちゃ欲しい。あ、本当？素材にもこだわっていくわ。素材も柔らかな素材にする。 100% 羽毛。いやいや、アヒルはね、仲間だからね、傷つけたくないから羽毛はしません。ウールじゃない、あのポリエステルとかです。I make my dark ぬいぐるみってなんていうの。ぬいぐぬいぐるみ。 I plan to make dark plush doll to birthday, to my birthday. プラッシュドールって言うんだね。 If you push dark plush doll stomach plush doll シュバ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 。呪われてるだろ、そのプラッシュ、そのぬいぐるみ呪われてるだろ、マジで。シュパ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 。